Podcasts. おいでインマイグラスのコーナーです。ビハインドザカスク澤田亮です。ワインダンサーの高村誠一郎です。今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ今週は、誠一郎サイドということで誠、はい、さんの週になりますけども、はい、今週は何を持ってきてくださいましたか？と私というとですね、フランスワインのイメージが結構あるある友人界隈ではあるんですけど、うん、今日は、オーストリアとドイツの白ワインを持ってきました、うん、なぜかというと、まあ、夏今年の夏はこれをちょっとプッシュしたいというか飲んでいただきたい、うん、最高です。もう夏に合うというイメージで夏ぴったりですね、はい、ドイツはリースリングで、オーストリアはムスカリスっていう、まあ、聞いたことないブドウなんですけど、まあちょっとこうムスカリスという名前でピンとくると思うんだけど、マスカット系の品種ですね。あのフランスだとミュスカ、はい、うん、イタリアだとモスカート。で、その色がほぼねないよ。ね、透明な、比較的色が薄いなと思って。はい、で、このじゃあムスカリスから。はい。はい、あ、これはいいですね。うん、でももうミュスカ。あ、もうブラインドですぐもう夏だなこれ。マスカット香だけじゃなくてこう白桃とかラフランスみたいな香りもあって、ね、あのちょっと南国系のフルーツみたいな、うん、ラフランス確かに、うんうん、僕はあのパッションフルーツとか、はい、あのちょっと酸味が強い南系フルーツを感じますね、うん、夏です。もう夏。夏、うん、もう夏もう香りをあの噛んだ瞬間にもう夏、うん、夏だ。暑いとやっぱ樽が効いたりとかアルコールが高いのはやっぱ疲れちゃうんですよね。進まないというか、なんかこうワインの、まあ、ウイスキーもそうなんですけど、樽香が強すぎるとこう質量が上がるっていうか、なんか重たく感じ、それはありますよね、はい、なんか量もこうなかなかいけないというか、そう、うん、アルコールもこれは 11.5% で白ワインとしても低めだし、これはあれですよ、和食ホイホイ。あ、確かに、うん、シースーはいいね。シースー、あ、これはいいわ、はい、うん、今日おつまみは、うん、私、まあ、先週澤田くん作ってきたんですけど、はい、私もここ来る前にちゃちゃっと作ってきました。いや、もうね、2種類、はい、北斗市にありますののママさんっていう農家さん、はい、うん、友達なんですけど、そこが作っているミニトマトとリコッタサラダ、リコッタチーズの塩漬けをかけたサラダです、ね、と王道の生ハムとメロン。王道や、王道や、もうこれ本当にこれをつまんでいきましょう。いや、こんなラジオ収録があるんですか、ね、いや、ないですよ基本ないですこんなね、夏にぴったりのワインを飲みながら、こんな生ハムメロンなんてね、うん、ないって。でもそれと収録の初期の方は食べ物がなかったのみだけで、ね、そうね、そうですね、あの食べ物があるとまた、うん、あのね、話題も変わりますし、そうそう、うん、いいですね。どっちも進むよ、あの、うん、ワインも食もトークも、トークもね、うん、食べ物大事ですね。誠さんのところもあの食べるものを出してるじゃないですか、はい、うん、あのやっぱりそこはこういろいろなんかこだわってるところってあるんですか？まあ、多分普通のなんていうの、ビストロさんとかより多分メニュー多いぐらいあるんですよ、うん、なぜかあるある、なんか増えちゃって、うん、なんか減らせないんですよね、うん、で、なんでこうワインバーでこうフードをいっぱい出してるかっていうと、うん、こうヨーロッパのワインバーってちゃんと食べれるんですよね。うーん、遅くまでやっててこうちゃんと食べれてワインバーなんじゃないかなと思って、ワインだけ置いててもというか、それをなんか、まあ、それがやっぱ自分が行きたい店なんで、それをまあ体現してるっていう、こだわりだね、無理してやってますね、うん、いや、でもメニューが多いっていうことはその分ちゃんと仕込まなきゃいけないもんね。そうなんですよ、大
大変だね。でそれこそ今だと夏野菜、野々ママさんから毎週野菜を買ってるんですけど、そういう野菜のメニューも増えてくるし、あの直接そのお邪魔して畑にはこう様子を見に行ったり、で毎週こう配達してくれるの でリストが送られてきて、これをお願いしますって。そうなんだ。でそのリストに合わせてメニューも考えるってことですよね。はい、この野菜なんか何が欲しいから作ってとかじゃなくて、彼らが作る野菜を見て何作ろうかなって考えるっていう。料理は結構昔から、まあ、するのが好きだったんで、まあ、ずっと僕はサービスなんで料理人ではないですけど、まあ、仕込みとか手伝うじゃないですか。ドラコンチャリコルマとかで手伝ってて、はい、まあ、やり方は見てたし、仕込み方も知ってたしっていう。料理できないサービスなんてあんまり聞いたことないですよね。結局その料理を説明するためにはどうやって作ってるかとかも知らないといけないし、あのワインに合わせるためには何のソースをどう使ってるかっていうのは知らないとできないので、まあ、もちろん料理人よりはうまくは作れないですけども、なんとなく構成はあの皆さん分かってると思うので。めちゃくちゃトマト美味しいです。びっくりした。じゃあちょっと食べてみる。このひょろ長いというか、長いのは多分サンマルツァーノ系だろうね。イタリア系。北都市って言いましたっけ。北都市、あの野良倉さんのすぐ近く、踏み月川ってあるんだけど、はい、その脇に畑があります。こんなジューシーなトマトいただいたの初めてです。おいしいね。なんか流れ出てくるような果汁が、これはもうお酒も進む。これちょっとリスニングも、これいいね。え、この一緒にこのかけてるのが何て言いましたっけ、さっき。これは、ね、白糠らっけい社さんっていう、白糠町にあるチーズ工房さんのリコッタサラダ。こう細く削ってる。そうですよね。塩漬けで硬いチーズなんだけど、それを削って、へえ、すごく塩漬けなんで塩味があるので、はい、もうそうそうそう、はい、トマト自体にこう塩を振る必要もないし、これにブラックペッパーと、あとちょっといいオリーブオイル。甘っ。もちろんオイルもね美味しいですけど、トマトの力が半端じゃないですね。すごいな。すごいですね、道南は。本当にね。ねえ、なんかすげえなってちょっと思っちゃいました。何でもある。リースリングも美味しい。このオリーブオイルにすごくマッチする感じですね。強調する。わあ、これまた違う。全然香りが違う。ザ・リースリングの香りではないんですよね。こう、まあ、ちょっとあるけど、ペトロルコも程よいし、で酸もフレッシュでいいし、これもアルコール 11% 台。でも系統は似てるというかね、その果実感が全面に出るタイプですよね。どっちもやっぱこの時期最高。ああ、これもこう酸味がさっきよりちょっと、まあちょっと効いてる感じがして、このリースリングっていうブドウ品種すごい面白くて、さっきペトロールってちょっとワードが出たんですけど、こうオイリーな油っぽい香りがするんですよね。ソムリエの試験で一番当てやすい白と言われています。これも少しありません。何そのさ、ソムリエの試験ってどういう風にやるの？今は3時まであるんじゃないかな。僕の時は2時まで筆記やって、テイスティング、2時がテイスティングと実技、サービスの実技、デキャンタージュ。なるほど。なんですけど今はもうそれぞれ別でやってんのかな。あ、そうなんですね。筆記やって2次試験がテイスティングで、3時が実技。でそれ、そのテイスティングっていうのはブドウの種類をってこと？結局まあ当てるんですけど、どういう外観なのか香りなのか味わいなのかの方がウェイトがやっぱ高いです。評価、まあ、選択問題は選択問題ですけど全部マークシートなんですよ。へえ。ただ明らかにそう、どういったですかね、正解に近い答えと大間違いがやっぱりあるので、外れて当てなくてもいいけど、 それに沿ってるとこをいければ点は入るって感じだったと思います。
こっち選んでるけども、こっちはこっち選んだ人は絶対こっちを選ばないよねっていう、そういうマークシートの仕方になっちゃう。住んでいる、輝きのあるっていうのに、うん、まあ、マークしといて、うん、濁っているもマークしてたらアウトだね。アウトですよ、ね、それはね、何言ってんだよみたいな話になる、うん、そうなってくると減点になりますよね。そうなんだ、まあ、これは2つとも試験に出そうなレベルのこう分かりやすい香りですね。このワインはね、本当万人受けで、だからこそ、ドイツですよね。こっちはドイツですね。うん、あ、美味しい。そういえば野良倉さんもなんかリースリング一部植えてるとちらっと聞いたことあるんですけど、気のせい。本当にちょっとじゃない？植えてたとしたら。言っちゃダメかな？カットしてもらって。じゃあカットします。カットします。いやダメじゃないんじゃない？いやでもそのワインを作るためのブドウって、例えばこの、うん、まあ、東南地区で今、うん、結構たくさん増えてきてはいますけど、ここでは作れるであろう品種ってやっぱり大体なんとなく固まってはいる。適性ありますね、はい、うん、積算温度、うん、積算雨量、うん、あと土壌、うん、そういうので大体大体決まってくるってことです、うん、やっぱり北海道は冷涼と言われているので、うん、今暑いですけど、だからやっぱ南の方がカベルネメルロとか作ってるし、うん、上の方が冷涼なピノノワールとか、うん、シャルドネ、ドイツ系品種のケルナーとか、はい、意外とリースリング少ないんだよね、うん、聞いたことないですね、うん、国産のリースリングとかあんまり飲んだことないかもしれないです、うんうん、なるほどね。代表格な品種ですよね、その冷涼な地域で、うん、まあ、ドイツ、オーストリア、フランス、うん、アルザスの方ではすごくメジャーな品種なんですけど、うん、日本ではあまりまだ育てられてないんですね。さっき言ってた通り、生産といえばフランスというイメージがあるんですけど、うんうん、ドイツのワインとかオーストリアのワインとか特徴って何かあるんですか、言われてみると。まあ、なんか昔ドイツで言われてたのは甘いよねって言われてたんですけ ど、 あ、なるほど、実は昔からそんなことなくて、うん、こういう辛口のリースリング、うん、ピノノワール作ってるし、あのマドンナってドイツワイン、はい、なんか聞いたことある、原田智恵さんがコマーシャルさん、はいはい、好きな、はいはい、大好き大好きのイメージがすごく日本の方はあるっていうのは聞いたことある。うん、甘どううワイン苦手な人が飲める甘口輸入ワイン、とドイツが結構こう直結して、シュバルツカッツとか猫のマーク、猫のマーク、はい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 、イメージありますけどね。でも、まあ、それももちろんありますが、側面としてはそっちよりもこう辛口な白のイメージが、そう、現地でと皆さん飲んでるのはこういう辛口のワインですよね、うん、本当にワイナリー、僕ドイツで収穫もワイン作りも手伝いしたことがあるんで、なんか地元還元ワインみたいなのもちゃんと作ってて、一升瓶じゃなくて1リッターの本当ガブガブ飲めるようなものとか、それが500円ぐらいで買えるんですよね。へー、もうガンガン飲んでるって言ってたもんね。でドイツってなんかカフェとかお店に行くと、なんかこうミリ数のところにメモリついてるんですよ、はい、150とか、はい、どこにそれより多く継がないとダメみたいな。グラスに、うん、グラスに書いてある。そうそう、ぴったり継ぐとケチみたいに言われるみたいな。で、まあ、行くと必ず多めに、もうグラスの半分以上ぐらいまでついてくる。ベロベロです。そういう飲み方もありですよね。なんとなくちょっと少なめじゃないですか。なんとなくです、うん、まあまあレストランはね、レストランはね。でもそういう飲み方もありですよね。うん、特に夏とかは、ね、こういう白をなんかグラスとかで飲むのも結構好き、行きたいですかね、うん、はい、大きい口で飲むのも、ね、ビール文化でもあるのかな、そのやっぱ量というか、ね、パイントの550ぐらいあるんですかね、パイントって、うん、豪快ですね、なんかね、うん、ドイツでアイリッシュパブ入った時とかもすごかったですね、このタップの数も、うん、体も大きいですね、ドイツの。夜になるともう超満席、200人ぐらいいるんじゃないかな、この店って。ビール好き、楽しかったの。そうですか。いや、まあね、それぞれの文化がありますんでね、うんうん、それがまた楽しいですよね、はい、いや、なんか今日はちゃんとテーマをね
用意してたんですけど、テーマいかないテーマいかない、すいません。いや、もう今日はそのお酒の話で全然 OK なんですけど、いつちょっと生さんの推し活の話をちょっとだけ、はい、聞きたいなと、はい、テーマ推し活だったんですよね、はい、なんですけどね、まあ、なんかこうアイドル推すとか、はい、好きなアーティスト推すとかは、まあ、ないんですけど、うん、最近本当身近な人たちではっちゃぎっていうお店があって、はい、西武地区の箱場でホテルの1階に最近移転してきたんですけど、はい、彼らを今応援してますね。僕は僕の1個下の代で、うん、若い方なんですね、うん、で前は三原にあったんですけど、うん、で東京のスパイス料理屋で修行して、で俺の1個下が36の年か、その同級生3人ぐらい集まって始めて、今箱場に入ったんで朝食も頑張ってやってるし、でスパイス料理とナチュラルワインってすごく相性が良くて、まあ、ランチからもうディナーまで通し営業なんで、うん、もういつ好きなタイミングでね、夕方とか行けちゃう、昼過ぎでも、あのロケーションもすごいですもんね、目の前金森テラスあるし、うんね、箱場屋上あるんで、うん、今月屋上パーティーもあるみたいだし、11日かな昼、でこうやっぱ箱館にないジャンルだったんで、カレー屋はあるじゃないですか、うん、でもスパイス料理屋さんってないんで。三原ってどの辺でやってたんですか。ですね、前田島さんって、はい、今富岡に移った田島さんってお料理屋さんがあったところなんですけど、はい、場所で言うと、あれケーズ電機とか、あのセイコーマートあるとか、はい、そこカレー屋ありません、他に。ビスターレ、ビスターレじゃなくて、あ、その向かい側かな。あ、おー、すごい、はい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 、うん、あそこだ、わかりました、うん、そこから元町に移転してくれたこともすごい嬉しい。じゃあそこはもう閉めちゃって、うん、こっちに完全に、はい、移転で、移転なんだ、はい、また西武地区、ちょっと嬉しいね。カレーも食べれる、もちろん。あ、そうなんだ。で7時から朝食なんですけど、うん、7時から9時までだったかな。でフリーも行けるらしいんですよ、朝食。あ、そうなんだ。あ、へえ。この間僕朝野球やって朝野球終わりにそのままユニフォームでカレーを食べに行きました、ね、もう2時間ぐらいしか寝ないで行った時に。そうです、そうです。あ、ね、そうなんだ。あ、嬉しいな。でもそれって、うん、その文化も広まってほしいし、うん、なんかこう下の世代とも年近いですけど、下の世代が出てきたっていうのも嬉しいし、うん、まあ推してるし、まあ、何かおすすめあればっておすすめ、あの誰かに聞かれたらおすすめしてるし、でこう食べに行く時とかもワイン持ち込ましてもらうんだけど、うん、もう半分以上残して、うん、あと自分たちで飲んでねみたいな、うん、なんかそういう意味では課金してます。なんですね。せいさんなんか面倒見良さそうだから、本当に飲食リーダーになりつつあられるんでしょう ね、うん、僕らも行かなきゃダメです ね、 ね、そこね、課金しましょう。使う使う。でも西武地区すごいですね。来てもさん、コルツさんもそうですし、そうだね、あの鳥立さんって鳥立さんも来るんですってね。え、そうらしいです。あの2号店を西武地区に出されるという、が噂を聞きました。噂を聞きました。はい、で確かにこう寂しいなっていうのは思いはあったんですよ、うん、西武地区のね、夜こう飲むとこも少ないな、あの昼からビール飲めるとこないな、焼き鳥屋さんなかったからな、うん、焼き鳥家族がね、焼き鳥家族ね。俺も行った行った、うん、焼き鳥家族さん、うん、そう、千代又の方、ね、なぜか映っちゃってあったんですけどね。そっか、こっちのこう商売の難しさってあると思うんですが、うん、ただこうどって名店がいっぱい来てくれたらまたそれは環境が変わると思う。そうだから僕ら行かなきゃダメなんだよ。そういうことです、うん、そう、はい、ね、家で冷しゃぶばっかり食ってね。行こうよ、ね、外で、ね、そうですね、本当にたまにはね、はい、外で皆さん食べていただきたいと思いますけど、はい、じゃあせいさん今週の曲は何にしましょうか。はい、ですね、先日私ジョインアライブというロックフェスに行ってきまして、はい、忙しいのにいろいろ行ってるね。ちょっとね、もう僕の世代のバンドとかが出てて、うん、まあ、そのバンドじゃないんですけど、初日のトリがですね、
イエローモンキーやったんですね。おお、イエローが、はい、イエモンだったんですよ。そこでまあ歌い終わってアンコールジャムとか歌ってくれたんだけど、おうおうおう、そんなことにね、バラ色の日々がめちゃくちゃ良かったですね。かっこよかった。いいですね。ちょっと夏の感じもあるし、はい、うん、確かにね。ちなみに吉井さんはウイスキー好きで非常に業界で有名でして、あ、そうなんだ、はい、コラボレーションのボトルとかも発売過去にされていますので、へー、はい、あ、そうです。それもネットで調べてみてください。なんかミュージシャンの人たちやっぱりね、お酒ってなんとなくつきものじゃないけど、うん、お好きな方多いですね、はい、うん、なるほど。じゃあ家門でね、はい、ちょっと皆さん盛り上がっていただければなと思います、はいはいはい。このコーナーですね、番組、放送終わった後にポッドキャストにも音源をアップしていますので、そちらもぜひチェックしてみていただきたいなと思います。今週も2人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 See you in the next episode.